スルターン・ハーシム・アフマド・アルジュブリーリア、イコールターは、イラクの軍人、陸軍中将、元国防大臣。サッダーム・フセイン元大統領の一族の人間ではないが、スルターン・ハーシムの娘が臭いと結婚しており、サッダームとは、今世紀関係にある。日本の報道等では、ジャブリ国防相と表記された。スルターン・ハーシムは、1944年に、 イラク北部の都市モースル近郊のシルガートに生まれる。ベジャート一族の出身で、ベジャート一族はアルブナーシル一族とも呼ばれ、ティクリート一体で権威を誇った。サッダームもアルブナーシルの出身である。1965年に陸軍士官学校を卒業。1975年に国家安全保障研究所の講師として働いた後、 国防省参加の軍事情報局の職員となる。1980年にイラン・イラク戦争が開戦すると、スルターン・ハーシムは、イラク陸軍第一軍団長として従軍し、有望な軍人の一人として名を馳せる。このため、イラク国民からも、大乱戦争の英雄として広く尊敬された。1988年、サッダーム政権は、 北部のクルディスタン地方で活発化していたクルド人ゲリラによる攻勢を止めるためアンファール作戦を実施。スルターン・ハーシムは同作戦の司令参謀に任命される。この作戦では多くのクルド人が化学兵器を伴う無差別攻撃で虐殺された。88年3月12日、スルターン・ハーシムはスレイマニアにおいてサッダームと会見している。 その3日後に、ハラブジャ事件が起きており、ここで何らかの対応が話し合われたと見られている。また、スルターン・ハーシムは88年3月19日付の、サッダームへの諸島で、アンファール作戦の経過を報告している。アンファール作戦は3月中に成功し、終了した。これらの功績が認められ、スルターン・ハーシムは1990年に、 第三参謀次長へと昇進し、湾岸戦争の停戦交渉において、アメリカ軍のノーマン・シュワルツコフ大将と会談を行った、イラク側施設の団長を務めた。停戦交渉では、イラク軍の戦闘停止について、他国籍軍が攻撃を停止しないのなら、停戦には応じられないと述べた。また、シュワルツコフに、軍用ヘリコプターの使用許可を求め、了承された。 後に、この軍用ヘリの使用が許可されたことで、シーア派とクルド人住民の反政府放棄は素早く鎮圧された。停戦合意の際、スルタン・ハーシムはシュワルツコフにアラブ人である。私は胸に憎しみを抱き続けないと述べたとされる。サッダームは、このスルタン・ハーシムの交渉手腕を高く評価し、彼がイラクの名誉を守ったと称賛した。 1995年3月、スルターン・ハーシムは、イラク軍参謀総長に、7月には、隕石辞任したアリー・ハサン・アル・マジードに代わって、国防大臣を兼務した。イラク戦争が迫る2003年には、中央軍管区副司令官に任命され、首都防衛の副責任者となった。戦争直前の2003年2月に、スルターン・ハーシムは、軍事会議の席でサッダームに、 米軍と直接戦っても勝つ見込みはないと発言し、一定期間、自宅難禁措置に置かれたとの報道がなされた。イラク戦争が始まると、たびたび外国記者団の前でイラク側の選挙会見を開き、爆撃跡を視察したり、病院を訪れて米軍による空襲の被害者と会話を交わすなどしたが、3年4月9日に、 政権が崩壊すると、モースルに逃亡した。米軍が発表した、イラクのお尋ね者トランプカードにもスルターン・ハーシムも、含まれていた。ニューヨーク・タイムズによると、スルターン・ハーシムは2003年のイラク戦争時、イラク軍各部隊に侵攻してくる、アメリカ軍に対する抵抗を控えるよう指示していたという。フォーリニアフェアーズ氏によると、戦後、スルターン・ハーシムは、 米軍の取り調べに対してアメリカが戦争を始めれば進撃を阻止することは不可能と思っていたと述べている。3年9月19日、スルタン・ハーシムはクルディスタン民主党系の人権団体の仲介により、モースルにおいて現地に駐留する第101空挺師団を指揮するデービッド・ペトレアス、将軍の元に家族と共に投稿した。投稿前、 ペトレアスは、スルターン・ハーシムに手紙を送り、将軍の名誉のために米軍に拘束されるのではなく、投降するよう訴えた。また、手紙には、米軍が尊厳を持って偶すると書かれていたという。その後、スルターン・ハーシムは、米軍側と投降交渉を行い、自分を指名手配リストから外し、尋問の後に解放することを条件に投降すると、決めたと。 スルターン・ハーシムの息子、アフマドは語っている。アフマドによれば、米軍による尋問は2から3週間ほどで終わり、その後は自由にするとペトレアスは約束したという。しかし、米軍側は後になって、このような約束はしていないと否定する見解を発表している。3年11月、米軍による尋問が終わり、スルターン・ハーシムは解放された。彼は、 ターイ部族の保護したモースルの自宅で暮らしていた。当時、イラクを統治していた連合国暫定当局もスルターン・ハーシムが旧イラク軍将校に強い影響力があることから新生イラクの大統領候補にとまで考えたが、彼はその申し出を断っている。しかし、2004年に発足したイラク暫定政権はスルターン・ハーシムを旧政権下で起きた。 虐殺行為の責任者として起訴することを決め、彼は逮捕された。投降する際に米軍と交わした、戦犯に問わないという合意は保護にされた形であった。2004年6月30日、スルターン・ハーシムの身柄は、他の旧政権幹部と共に、イラク暫定政権のもとに移され、同年7月に開かれた、イラク特別法廷の予備審問により、スルターン・ハーシムは、 人道に対する罪、戦争犯罪、ジェノサイド罪で訴追された。彼は法廷に米軍との取引の存在を主張したが認められなかった。2006年8月21日、アンファール作戦下で起きたクルド人虐殺を裁くため、イラク高等法廷で開かれた公判にスルターン・ハーシムは被告として出廷した。裁判では自分は軍人として 命令に従っただけであり、作戦はゲリラだけを標的にしており、民間人に対する攻撃は命じていないと容疑を否認した。22日の後半では、この作戦をアンファール作戦と名付けたのは、陸軍、第二軍団長のカーミル・サージとアジーズ将軍で、私が彼にこの名称を選んだ理由を尋ねたとき、彼はコーランの章にちなんだだけだと言った。 アンファール作戦前の軍事情報局の調査報告書によれば、敵であるイランが第一軍団と戦闘状態にあり、イラク北部の領土を占領していた。これらの報告書によれば、敵の意図は基地を壊滅させ、ドゥーカーンダムとディラバンド・ハーンダムを占領し、この両ダムを破壊して、バグダードを水没させ、さらに、スレーマニアを包囲して占領した後、西部へ攻め込んで、 キルクークの油田を脅かす可能性があったと述べた。そして、自分は、フセインラシード第三参謀次長の命令を受け、忠実に命令を実行し、イラクのためになることでなければ、独自の判断を下すことはしなかった。私は、イランと戦うという北部での自分の責務に厳正に、忠実に戦っていたと述べた。 クルド人民マオとの拘束についても、キルクークの軍司令部に移動するヨーグルマを貸しただけ。拘束などしていないと否認した。また、化学兵器の使用やクルド人の拘束についても、否定している。2007年6月24日、イラク高等法廷は、スルターン・ハーシムに、死刑判決を下した。判決朗読後、スルターン・ハーシムは、私は、もう何も言わない。 ただ、私は無実だとだけ述べた。高等法廷、第二審も一審の死刑判決を指示し、これにより30日以内に刑が執行されるはずであったが、刑執行の署名に、クルド人のジャラル・タラバニ大統領とスンナ派のターリク・アルハーフ大統領が死刑に反対し、署名を拒否した。タラバニは、サッダームの命令に背けば処刑されるかもしれないという恐怖から、 スルターン・ハーシムは命令の実行を強いられたと擁護し、このようなイラク軍の将校を死刑にすることはできないと述べた。旧性喧嘩の間も自分とスルターン・ハーシムの間に面識があったとし、クルディスタン地方に亡命するため何度も接触していたと明らかにした。またタラバニ大統領は、スルターン・ハーシムが優秀な軍人であるとし、 スルターン・ハーシムの死刑執行所には署名しないとしている。7年8月21日、1991年に反政府放棄を行ったシーア派住民を軍部隊を率いて虐殺したとして、被告としてイラク高等法廷に出廷2008年12月2日、高等法廷はスルターン・ハーシムに禁錮15年の判決を下した。 2009年3月17日、1988年に、化学兵器を用いて、ハラブジャ村民を虐殺、いわゆるハラブジャ事件の責任者として、スルターン・ハーシムは、被告として、高等法廷に出廷し、2010年1月17日、禁錮15年の判決を受けた。判決が言い渡された時、スルターン・ハーシムは意に介せずというふうに堂々と、 周囲を見回していた。その他にも、マーシュアラブ族に対して、民族浄化を行った責任者を裁く裁判にも、被告人として出廷している。スルターン・ハーシムは、2020年7月19日に、ナッシリア中央刑務所で、心臓発作により死去した。不正に落政権の支配構造。 坂井稽古長112ページ http コロンスラッシュスラッシュを i l g a s i n f o j o g m e c g o j p スラッシュレポート txt.pl id イコール432論座2006年6月号、旧イラク軍高官たちが証言するサダム・フセインの 妄想92ページ http コロンスラッシュスラッシュ www.nytimes.com スラッシュ2007スラッシュ10スラッシュ27スラッシュワールドスラッシュ midleast スラッシュ 27sultan.html h t t p w w w l t u f s a c j p p r m e i s h t m l p c n e w s 2 0 0 6 8 2 8 3 3 6 3 h t m l h t t p w w w l t u f s a c j p p r m e i s h t m l html スラッシュ pc スラッシュ news20071201214101 html ハット http コロンスラッシュスラッシュ www.l.tufs.ac.jp スラッシュ prmeis スラッシュ html スラッシュ pc スラッシュ news2007120183923 html ありがとうございます